Peggy 18.竹内の方からバイオハザード7の開発のお話が私の耳に飛び込んできまして、その時には当然まだVR 対応しますなんて一言も言ってはいなかったんですけども、ただ竹内の方がだんだんその VR っていうところに興味を持っていたので、これはちょっとチャンスだなと思いまして、でもともと私は RE エンジンの開発者としてランタイムのエンジンのコアの部分の設計開発を担当することにもともと決まってはいたんですけども、でその中で、さらに VR のところも織り込められればいいんじゃないかというところで、虎視眈々とそういったところを VR バイオハザードでできないかな、そういったタッグを組めないかなっていうところは考えていました。ただ一番の、私の誤算であったのが、その竹内がそもそも VR 用にすごく弱くて、なかなかこの VR 楽しいんだけども、本当にこれは例えば製品になるのか、本当にいいコンテンツを我々提供できるかというところが、そのトップが判断できなかったというところに誤算がありました。もともとやっぱり我々は VR を2012年から研究してきて、いろんなコンテンツを作りたい、もうそれこそバイオハザード7、バイオハザードっていうその IP を使って VR をいろんな人に体験してもらいたいっていうすごく熱意があったんですけども、一方の竹内がそういった形であまり最初は乗り気ではなかったので、じゃあまずは実験的なところから始めたらいかがですかっていうようなところを、いろんな方向性から攻めていって、でその結果一つの形になったのが、初めて2015年の E3 で披露しました、キッチンだったんですね。プレイステーション VR のデモを普通に映像でですね、アピールしても多分つまらないと思ったんですね。どんだけリアルに作っても、他とすごく、アピールできるものっていうのがもしかしたら変わってこないかもしれないっていうことを考えて、むしろその画面をあえて出さないと、恐怖の体験をいかにみんな、実際にそのプレイステーション VR で体験してもらってるのかっていう、その体験してる様を実際に見てもらう方が、反応としては分かりやすいんじゃないかなと思ったので、今回はあえてキッチンでは映像を出さずに、その体験者の反応を、ビデオに流すようにしました。ただの恐怖ではなくて、椅子に座ってるだけで周りに、いろんな音がして怖い声が聞こえて、で実際にそのナイフを持った女性が出てきて自分を襲ってくる、これはなかなか現実世界で日常生活を送ってるだけではまず体験できない光景、本当に自分がいつ殺されるかわからないっていうような本当に生命を脅かすぐらいのところの恐怖、根源的な恐怖っていうところを、体験させて、しかもそれを VR でプレイしてもらいたいっていうのがありましたので、それをそのまま再現しました。でそれを恐怖を本当にそれが恐怖なのかと感じるために、役者、社員なんですけども、ナイフを用意してもらって、もうナイフで直接もう迫ってくる感じであるとか、これはどのくらい やったら怖いんだろうっていうの、本当にナイフが目の前に来るっていうのはまず現実世界じゃないと思うので、それを例えば目隠ししたりであるとか、太ももに何かナイフが刺すであるとか、それぞれいろんなパターンを試して実験して、でキッチンっていうものがまず完成しました。我々の狙いは見事に当たってですね、去年の E3 での そのデモ出展は初日はやはり、情報が極端に絞られていたのでそこまで話題なかったんですけれども、 E3 が終わる頃にはですね、抽選制だったその SIE さん の そのデモプレイに関して、キッチンはかなりの申し込みがあったというふうに聞いています。このキッチンの、デモの成功の体験からですね、もう一つ我々が学んだのが、やはりそのホラーに関しては、実態がわからない方がいいんじゃないかと。このバイオハザード7、RE7 の、本編の情報に関しても積極的には開示しない方向で、戦略としては情報を絞るというやり方を、我々が検討しました。R エンジンの、VR の対応とキッチンの開発、大体それを全て含めておよそ2ヶ月半という、だいぶ
タイトなスケジュールだったんですけども、あの E3 2015への展開に間に合わせるように、あのすごくあの、まあ、時間を気にしながらすごく頑張ってあのキッチンを完成させまして、でその E3 ではもう我々が思った以上に、予想してた以上にあの、まあ、皆さんがあのプレイしてくださった皆さんがもうあのかぶった時からもう怖い怖いって、もう本当に震えるような人もいらっしゃれば、あの驚きすぎて椅子から転げ落ちて、まあ、事故につながりかねないような、本当にそこまであの強いリアクションを取ってくださる人がすごく多かったので、でまたその E3 の会場中にキャーワーっていうすごくあの叫び声があの響き当たって、なんだなんだってそれを聞きつけてさらにお客さんが入ってくるっていうような、すごくいい循環が得られたので、あこれ今回のこ の, あのバイオが提供したい、セブンが提供したいホラーVR で提供したいっていう部分はすごくマッチしてるんだなと、その時我々は確信しました、まあ、E3 での成功を我々はあの確信しまして、まあ、この方向性であのセブンをあの VR 完全対応していけば、必ずやあの世界初 の, あの VR 対応のコンテンツ、最強のホラーコンテンツができるっていうことを確信しまして、あのセブン、もともとは決まってはなかったんですけども、あのキッチンの成功を受けまして、あの VR の全編完全VR 対応っていうことにあの行き着きました。そういった経緯もあってですね、2016年 E3 での、ファーストリリースにつながっていくんですけれども、ここでもいろいろ我々は苦労しました。何に苦労したかというとですね、情報をやはりこう一切外に出してはいけない、当然漏洩させてもいけないという、やっぱ厳しい通達があったんですけれども、我々はそれを守るためにですね、もう情報を出す先っていうのをことごとく絞っていきました。で、見事にですね、今年の E3 ではいろんなタイトルが、情報のリークっていうものを存在してたと思うんですけれども、 RE7 に関しては最後まで情報リークをなしに今回発表することができてですね、非常にインパクトのある発表が達成できたと思ってます。